ご存知、橋本でございます。はい、ということで今回はですね、年明けからね、年明け前から、計算機の方ね、飼育しておりました。で、今回のね、この飼育してる牛なんでございますが、F1 となっております。まあ F1 とはね、ここに書いてあるように、乳牛のお母さんに、和牛の種を掛け合わせている個体となっております。うちではね、これをね、ET 受精卵のカリバラ用としてね、何頭か使用しているわけなんですけども、今回ね、この牛なんですけども、分娩ね、しなかった分娩予定日に、なんだろう外れちゃったんですね。まあ妊娠鑑定はしてもらったんですけども、ね残念ながらどっかのタイミングで、流産かなしたのかな。で、あれ生まれないなとか思ってたらいないよっていう話になってね、まあそれからね、うちでは皮膚かけといて、もうちょっとね、もうちょっとっていうか多分あと 2,3 日で、途上の方に連れてまいります。ということでね、今回はこの牛がどのぐらい食ってるのかって、あの F1 ね、あの普通の和牛と違って食べる量が半端ないです。はい、で、どのぐらい食べてるのかっていうのと、あとはまあ、ちょっとね、もう少しで、途上に行くということで、鎧の方下ろしていきたいと思います。早速行ってみよう。はい、餌なんですけど、だいたい1回量このぐらい、まあ、10キロないぐらいですかね。1回量ですペロンと食べちゃうんですけどね。いやー、これね、なかなかね、思うように太ってくれない。和牛の計算飼育っていうのを何回か動画出してるんですけども、いやー、F1 予想以上に太らないあ、よっ、はい、それではですね、この餌食べてる間に今の状況がどんな感じかっていうのを見ていきましょう。
これはね、一回じゃ下ろせ、あとちょっと 2,3 日でかけて下ろしていきましょう。とりあえず出すまでにね、はい、ということで、ご覧いただきましたように、今回はですね、間もなく出荷ということで、経産牛ヒーク F1 ですね、の様子ご覧になっていただきました。まずね、この牛あと出荷、それから価格の方を後からね、やりますんで、ぜひぜひお楽しみにしていてください。はい、ということで、今回もね、橋本がお送りしましたよ。ね。ああ、売れてくれるといいな。はい、以上、橋本でございました。ご視聴誠にありがとうございました。